朝一スクープです。今日は歴史ロマンの話、はい、こちらです。はい、はい、歴史の授業習いましたよね。元寇、あの福岡市内でも西陣とか壱岐の松原に亡類跡があって、国の史跡に指定されているんです。はい、でその元寇の船についていた怒り、 CM 前にご覧いただきますけど、あれが歴史の教科書の記述が変わるかもしれないというくらいの大発見になるんじゃないかと注目されています。はい、怒りの引き上げ10分前です。報道陣がたくさん詰めかけていて、ちょっと私もですね、入る場所がないんですね。各カメラマンさんがもう場所取りに必死です。ここは長崎県松浦市にある人口2500人ほどの島、高島。今から741年前の鎌倉時代、ここ高島沖に4400隻もの元寇船が襲来しましたが、暴風雨に遭い壊滅したと伝えられています。今回その元寇船の怒りが発見されたのは、岸からわずか150メートルほどのこの場所です。700年以上前のある日、元寇船は実際にこの場所まで迫っていたのです。怒りの引き上げ作業がスタートしました。ゆっくりと上がっていきます。姿が見えてきました。木製の大怒りが2メートルくらいですかね。741年の時を経て、元軍の沈没船に装備されていた怒りが引き上げられました。今回引き上げられたのは木製の怒りとその重しとなる推定300キロの石材です。実はこの周辺海域では11年前に元寇の沈没船が発見されて、現在もそのままの状態で海底に保存されているんです。国内初の大発見となり、水中遺跡として国の史跡にも指定されました。この高島周辺で元寇の調査研究を重ねてきたのが國學院大學の池田教授です。船の近くで怒りを探そうっていうので、ダイバーの皆さんたちにお願いをして、はい、周辺をですね、こういう鉄の棒があるんですけども、この鉄の棒でずっと突き刺して、でその時にカツンっていう当たるものがあって、はい、その周りをずっと掘っていったら、なんとなく細長い硬いものと、なんか柔らかい木みたいなものがある。もうその時は本当ね、飛び上がらんばかりっていうのは、海の中ですから簡単ではないんですけど、でも本当嬉しかったですね。そうですよね。はい、実はこれまで高島沖では9本の怒りが発見されています。しかし今回引き上げられたものとは構造が異なると池田教授は言います。これがこの高島でよく見つかっている怒りなんですけども、石を挟むんじゃなくて、怒りの真ん中に穴を開けてですね、木材丸太を入れて挟み込むという形だった。これまで高島沖で見つかった9本の怒りは二石型の怒りと言われ、その名の通り2つの石を組み合わせた構造になっていました。教科書に載っている蒙古襲来絵言葉に書かれている怒りも、2つの石を木材で挟み込む形状だったと考えられています。ところが今回、この一本型の怒りが見つかっているんです。従来の中国の怒りって、石が一本なんですね。突き刺さってる感じです。そうなんです。木で挟むという構造が一般的なあり方なんです。実は一石型の怒りは元の時代、大型の商船などで使われていた怒りなんだそうです。一石型の怒りと二石型の怒り、同じ時代に作られたのに、なぜ構造的な違いがあるのでしょうか。こういう挟む形にすると一個の石がちっちゃくなるじゃないですか。はい、ということはこちらの方が簡便に作れるんじゃないかと。蒙古襲来って急に軍団を編成したりしたので、簡単に作れる形のものにしたんじゃないのかというのが従来の考え方だったんです。大型の商船などに使われていた一石型の怒り、これが見つかったことにより、高島に攻め入った船団の中に大型の商船を軍船に転用した船もあった可能性があるという仮説も立てることができます。船ってどこで作ったのかとか、船団を作るためにどういう
調達ですね、船を揃えることのためにどんなことをやったのかっていうのがいろいろこう想像できる情報がこの錨の中に入ってるんですね。歴史的な発見となり、今後の研究が期待される一石型の錨。しかしこの錨が海底から発見されたのは今から9年前でした。実は錨を発見していながら引き上げを延期せざるを得なかったある理由があったといいます。まずは引き上げた後で木の部分は保存処理をしなきゃいけないんです。海の中に落ちてたものをそのまま陸上に上げて乾燥させると曲がったり縮んだりするっていうのがあるので、保存処理っていう方法がちゃんと整ってなかったので、はい、その際にはまあ埋めておいたんですね。現地保存って言いますけど。これまで高島周辺で見つかった錨などの歴史資料は特殊な薬品を使って保存処理をしていました。しかしその薬品を使ったとしても木材が変形したり金属部分が腐食してしまうなどの問題が生じました。新しい保存処理の方法を模索する中、ある物質が有効だという実験結果に結びついたのです。私たちが今使っているのはトレハロースっていうものですけども、これ人工甘味料で、皆さんが飲んでる、清涼飲料水なんかによく書いてあります。このトレハロースを使って保存処理をする、そうすると早く安く安全にできる保存処理法なんだっていうことなんです。今回採用された技術によって錨の保存処理が成功すれば、これまで高島周辺で発見されていながら保存方法の問題で引き上げることができなかった木製の船体そのものを引き上げることも現実味を帯びてくるといいます。私たちが蒙古襲来についての船のイメージって、蒙古襲来言葉っていう絵巻物があるんですけど、例えば船底の部分って書いてないんです。船の内部はどうなってるのかっていうようなことは書かれてないんですよ。分かんないんです。だから船を上げて実際の船の内部の様相とか細かく調べることで、蒙古襲来言葉では知られなかった、分からなかった情報っていうのがもっともっと分かってくるんです、じゃあ私が見てきた教科書の内容とガラッと変わってくる可能性もある。そうです、そういった研究の展開というのが期待できるんですね。